はい、どうも、イレバと申します。ストリートファイター2ザ・ワールド・ウォリアーやっていきます。全くやったことがありません。知識がありません。波動拳ぐらいは知ってます。ちょっと待ってちょっと待って、スタート、まずどれを押すの。ちょっと待って、俺どっち、白、白い方。え、パンチどれ、これがパンチ。上を押せばジャンプね。いいね。何？キックが2、X がパンチ。やっ、難しい。なんだこれ。全然わかんない。ちょっともう一回。待って。パンチ、キックがある。パンチ。オッケー。ジャンプは上を。俺もそれやりたい。ないマジわかんない。あ、いいね。これなん、近くでパンチを押せばいい。あ、全然わからん。ボコボコじゃねえか。ちょっと、なんか説明とか載ってないのこれ。ちょっと待って、最初の方です。あれ、説明とかなんか見るとこないの。ランキング、ストリートファイター2ザ・ワールド・ウォリアーやっていきます。これちょっと放置したらなんか出る。この人ガイルさんでしょ。この人有名だよね。はい。おお、いいね。これ俺じゃないし。ソニックブーム。それやりたいな。どうやってやるんだろう。ジャンプは上ボタン。はい。じゃあちょっとやっていこうかな。あ、オプションモード。ん？これスタートボタンか。ゲーム難度3、0から7まである。まあ3、タイム制限。あ、ボタンの配置書いたんじゃん。弱パンチが Y。中パンチが XY、あ、で B、あ、強キック LR も使うのか。 LR がパンチ、 R がキックで強、 LR が強なのね。ほい。OKOK。 パンチキックの場所はなんとなく。ストリートファイター2ザ・ワールド・ウォリアーやっていきます。 VS、 ちょっと待って、え、あ、これはお友達とやるやつか。これお友達とやるやつだ。そう、俺がちっちゃい頃ね、こうやって家でお友達同士でやってましたね。俺は仲間外れでしたからね。持ってないから。ゲームスタート。あ、オッケー。これで選べんじゃん。ガイルさんでやろうかな。この人有名な人だよね。この人でやろう。とりあえずちょっとコマンドとかわかんないんで、頑張ります。だよ、こいつ。
なんか技とかどうやって技とかってどうやってなんか技技ってどうやって出す。お出た謎にそれやり方ちょっと待ってどうやってやるんだ。パンチボタンなんかコマンドやってなんかパンチボタンだろ。オッケーオッケー勝てんじゃないこれ。これ勝てんだろ。ちょかてねどうちょっとコマンドがわからないな。マジガエル極めようぜ。おいいね。あ分かったぞ。あ違う後ろ行ってあ勝ったな。これはもう勝ったわ。オッケーオッケー分かっちゃった分かっちゃったよ。こんなやつえ出ない出ない。えこれ右に行ったらどうなの。えコマンドのやり方変わるのか。よし雑魚が話になんねえな。さすがガエル。後ろ下がってあ出た出た出た。オッケーオッケーオッケー分かったぞ。ちょっと待ってちょっとこれ防御とかってどうやってああのピヨっちゃうの。オッケー進行方向と逆に進みながらあはいやー難しい。まあ、人生で初めて格闘ゲームやりました。楽しかったです。ちょっと勉強してちょっと上手くなりたいね。お疲れ様でした。